江先生，那女孩好像很需要钱。那女孩？是说和你一起打工的女孩？是啊，虽然她是日本人，但好像是为了赚钱才来东京的。哦，原来如此。那我给她介绍个更好的工作吧。不会又是那种低俗的工作吧？当然了，年轻女孩想赚钱，这是最快的方法了。哎，不如由你去劝她做吧。那我？那女孩要是辞职了，你不也能拿到更多工钱吗？或者说，还是你辞？这个……哎呀，你们两个傻瓜呀，继续犯你们的傻吧。马上就要到第一个发现日了，也不用那么着急。喂，你看什么啊？ごめん、覗くつもりなかったんだけど。得注意一下，在走廊能把这看得一清二楚。それじゃあ、エミ。今日は国語の勉強よ。はーい。昨日、宿題で出してた漢字の書き取り、ちゃんとやった？あ、3回しかやってないや。ダメ。ちゃんと10回書くこと。一緒に書いてあげるから。それよりココア飲みたいかも。いいけど、ちゃんと漢字書いておくのよ。な、ああ。あ、びっくりした。
こんばんは。你一直都在这么教他学习吗？哎，听说你很需要钱，就是为了这个吗？その。如果你很需要钱的话。ごめん、何言ってるかわからないから。それじゃ。后面我打算说什么呀？Hello。今日は暖かいし、いい天気だね。
る順番どうする？我先出门可以吗？わかった。私は後で出るから。ケーキだけどね。やったー、ありがとうお姉ちゃん。おはよう桜井さん、今日はいい天気ね。さくらさん、おはようございます。それじゃ、忘れないうちにお給料を渡すわね。金額合ってるか、一応確認はしといてね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ジンもちゃんと確認しておいてよ。彼が先に外出するんだから。早くアイス食べたいのに。ん？エミ、どうかしたの？実は今日この子の誕生日なんです。うん、8歳になりました。あら、そうだったんだ、おめでとう。ケーキも買ってあげるんだから、少しくらい待ちなさい。だったらさ、ジンに連れて行ってもらえば？え？彼に？わーい！ジンと一緒にお出かけだね！ん？怎么了怎么了？桜井さんもたまにはいいでしょ。でも大丈夫よ、彼こう見えてもしっかりしてるわ。わかりました、よろしくお願いします。よろしくね。
買い物するの？不太明白你在说什么。总之，不能忘了买冰激凌。那稍微有点远，我们慢慢走吧。有点贵啊，不过也没有其他的了。啊，フライパンも買うんだ。するんだね。虽然拿回去有点重，但这样就可以自己做饭了。100日元三本，算便宜的吧。冰激凌好吃吗？もしかしてジンも欲しいの？じゃあ一口だけあげるよ。はい、あーん。不用了。说起来，
这个给你，喜欢的话拿去用。哎，那你可能呢都？我也稍微学了点日语。祝你生日快乐，艾米。あ、もしかして誕生日だから。わあ、ありがとうジー、こんな可愛いノートくれて。うん、私大切にするよ。难得是你生日，晚饭我来做吧。え、ジンってお料理できるの？不知道吧？我做饭可是专业的。我们回来了。おかえり。って、お、なにこの荷物。あのね、今日はジンが晩ご飯作ってくれるんだって。え、彼が？そうだよ。ほら見て。ご飯作る。これ、彼が書いたの？うん！このノートも、ジンにもらったの！貯金しに行かないと。じゃあちょっと行ってくる。行ってらっしゃい。好。
那开始准备吧。这样就差不多了吧。なんか台所っぽくなったね。好，那开始做饭了。说，别一直看着我呀。すごいね、ジンって、本物のコックさんみたい。这些谁都能做了。誕生日おめでとう。ありがとう。で、お姉ちゃんも一緒に食べよう。エミ、生日快乐。あ、今なんて言ったの？果然听不懂啊。生日快乐。あ、うん、ありがとう。ほら、お姉ちゃんもジンにお礼言って。
こんな美味しいご飯まで作ってくれたんだよ。そうね。どうも。接下来是物理，再学一会儿吧。不过有一点和预想的不太一样。金 ，Hello， 艾米，你又来了。いつもお勉強ご苦労様です。你这样每天都过来，分散我注意力啊。なんか今変なこと言ったでしょう。唉，真是败给你了。行不行，那可不是随便给别人看的。ダメなの？
あれすごかったのに。哎呀，不说这个了，我正在学习呢，安静点啊。嘘。啊，しーだね。じゃあ私もお勉強しよっと。睡着了呀？喂，艾米，这么睡会感冒的。迈克了。哎呀，别迈克了，快起来。真拿你没办法。虽然才八岁，但只用胳膊抱还真是有点重啊。喂，我进来了。行吗？ちょっと待って。あ、ちょっと待ってって言ったのに。干しっぱなしなのに。好嘞。啊，艾米。他又在我房里睡着了。アイスじゃないでしょ、この子ったら。是そのあんまりジロジロ見られると。啊，抱歉，那我走了。啊，ちょっと待って。嗯，怎么了？あの、エミがいつもその。
还是一点都没变。不过，可能我有点误会他了。但是，他可能有点不太一样。已经这个时间了，明天又该去找萨库拉森了吧？是那只猫，好久没来了。那个，嘘。那我去这边找找。私はあっちを探してみる。どうして私たちが探すときには猫いないのかな。エミはもう何回も見てるのに。可能是因为艾米是孩子吧。孩子。孩子？これは
吸ってるから大人ってことかな。エミ是小孩子。あ、エミは子供。ハイーツってことなのね。对对，因为Amy是个孩子。嗯，確かにそうかも。あの猫は子供が好きな猫なのかもね。我的话怎么了吗？すごく絵がうまいなって。啊，我从小手就很灵活。すごい、詳しいできてる。然后我还能在这个手势下单独把食指收回来。なんだろう、手が器用って言いたいのかな。それじゃあ、おやすみ。あ、等一下。どうかした？之前就想问了。你很需要钱吗？お金がどうかしたの？你没去上学，还吃南瓜籽儿。如果真的很需要钱的话，和那个江先生说，他应该可以给你介绍一个更好的工作。ごめん、何言ってるかわからないよ。没什么，晚安。咬一口，是好孩子的意思。
他明明是那么懂事的好孩子。9時か。エミ、そろそろ起きなさい。おはよう。じゃあ、エア君起きてね。好きなんだから。それじゃあエミ、ちょっと行ってくるわね。うん、行ってらっしゃい。お姉ちゃん帰ってくるまでおとなしく待ってるのよ。それより少し急がないと、さくらさん待ってるかも。ちょっとあんた、何しかとしてんのよ。そこのあんたのことよ。え、あの、私、あんたさ、そのジャージ姿、マジやめてよね。そうそう、ここどこかわかってる？原宿よ、原宿。前にも言ったわよね。田舎もんは目障りなのよ。そんなこと、私に言われても。これで2回目だからね。もう見逃せないわ。
逃げようとしてんのよ。もう他の人に迷惑でしょ。さっさと拾いなさいよ。ねえ、その種みたいなの何？あんた農業の人？ちょっと聞いてんだから答えなよ。これはかぼちゃの種。美味しいから。美味しいって食べるの？っていうか種食べれるの？あんたリスか？田舎者は山に帰りなよ。あんたたちさ、こんなとこで何やってんのよ。その子さ、いじめないでくれる？しおりさんのお知り合いの方の。だったらどうなのよ。あ、いえ、すみません、知らなかったもので。桜井さん、拾うの手伝うわ。あ、いえ、もう大丈夫ですから。そう。ちなみにそれ、美味しいの？あ、私は、美味しいと思います。わかったわ。お前ら食え。え？これをですか？一粒残らず、きれいに拾って食っとけ。いや、しおりさん、勘弁してくださいよ。美味しいそうだから、遠慮しなくていいのよ。すみません。助かりました。いいのよ。ここは私の地元だし、それなりに顔が利くからね。それに、仕事も仕事だからね。仕事？まあ、ヤクザじゃないけど、似たようなとこもあるし。お、大丈夫よ。あなたたちのは変な仕事じゃないから。それより、ついでにコーヒーでも入れるわ。で、さくらさんはここに住んでいるんですか？自分の部屋はあるんだけど、帰るのめんどくさくってね。そっか、忙しいんですね。それに、ちょっと親とも喧嘩しててね。これは仕事と関係ないお願いだから、そう呼ばせてもらうわ。
あ、はい。それで、猫は見た？いえ、まだです。エミは何回か見たらしいのですけど。そう。エミは見たのね。なんでも、すごく人懐っこいらしいそうです。でも、私と彼、ジンが行くと、すぐに逃げてしまうようで。そうなんだ。それで、さっき言ってたお願いは。ううん。やっぱりいいわ。忘れて。桜さんは不思議な人だな。ポリポリ。あ、お姉ちゃん、また変なもの食べてる。変なものじゃないわよ。ひまわりの種よ。なんかリスみたい。いいじゃないの。好きなんだから。さくらさん、こんにちは。はいはい、エミ、こんにちは。さくらさん、どうかしました？ちょっと近くに寄ったから、ついでに来たのよ。あ、そうなんですか。そういえば、アイス買ってきたから、みんなで食べましょう。やったー！嬉しい！溶けちゃうから早く食べましょうね。ポリ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 。お姉ちゃん、いつまでひまわりの種食べてるのよ。そういえば猫ですけど、いつもこの辺りに来るんですよ。それって黒猫なのよね。うん、ものすごく人懐っこい猫だよ。でも、さくらさん、もし猫を見つけたときは、
どうすればいいのですか？ん？どうとは？例えば、写真に撮るとか、捕まえておくとか。ほう。あ、さくらさん？いえ、別に何もしないでいいわ。報告だけして。あ、はい。なんだ、お前も来てたのか。あなた、何しに来たのよ。ずいぶんな戦だな。仕事に決まってるだろう。ここは私の担当だったはずだけど。つまりそれは、俺の担当という意味でもあるよな。ことなかったわね。この人が社長よ。社長ってここのバイトの？まあ一応ね。はじめまして。確か桜井さんと言ったかな。あ、はい、桜井環奈と言います。ビビることないわ。でもここは私の担当だから。社長と言っても好きにさせないから。まあそうだな。期日までよろしくな。どうやらジンに用事があったのね。彼に？たまにやばい仕事も手伝わせているみたいよ。え、大丈夫なの？さあね、あのおっさんの考えることはわからないわ。难不成有人来了？哎，小人在吗？哼，好久没见了啊！都跑到这儿来了，有什么事儿吗？哎，跟我走一趟，有工作。又是那些开发商？哎，别问，来就对了。这也是为你好。为我好？对，让你长长见识。
还没到吗？快了。话说，江先生，你有驾照？当然有。难不成你入日本国籍了？对，当年发生了点事儿。瞧你的表情，看不惯？没有没有。可是，抛弃祖国。这就说明啊，你还年轻。到了。对，货会运到这儿来。还以为干什么呢？原来是走私。也可以这么说。哈，来了。哎呀，比预计的要大呀，这都不算轿车，算公交了吧？公交？这不是渔船吗？别管了，快，帮个忙。小然，别愣着，发给他们。好。一人发一本，别弄错了啊。别管了，里面内容都一样。一样？这是假的。他们是南朝鲜的人，说的是中文呢。就是中国人。在日本啊，南朝鲜国籍更不容易被发现。问你们名字的话，就按本上的名字回答。坚持说自己是南朝鲜人，不管对方问到什么，都装作不懂，知道了吗？
乔然，吓一跳了吧？嗯。别以为所有人都能拿着正儿八经的签证，堂堂正正的过来。也就是说，你小子是运气好。那他们今后要去哪？听说是去深山里修大坝。就一直在那里工作？三年内都没法回去。不过他们自己也不想回去吧。嗯，前两年挣的钱抵路费，往后挣的才是自己的。江先生，能不能问个问题？什么问题啊？为什么带我看这些？这就是来钱多的工作，让你免费跟着学。这算是关心我啊？开玩笑，看你小子这么天真啊，我来气。今天谁先出门啊？私はどっちでも。我今天也没啥要紧事儿。
ちゃん。なに？早くアイス食べたいの？そうじゃなくて、私は地球もらえないの？そういえば前も言ってたわね。ダメ元で聞いてみようか。不行，艾米还是孩子。啊，好意思你，やっぱダメか。おはよう、ジン、カンナ。あ、はい、おはようございます。おはようございます。はいはい、エミは今日も元気ね。うん、今日はアイスの日だから。もう、先週も食べたくせに。カンナもアイスくらいもっと買ってやりなよ。それじゃ、お待ちかねのお給料よ。はい、カンナ。あ、はい、ありがとうございます。ところで、今日はどっちから先に外出するの？それがまだ決まってなくて。だったら三人一緒に行けば？え？帰ってくるまで私がここにいるから。やった、アイスアイス。でもそれはさくらさんに悪いですし。遠慮しなくていいのよ。そうでもしないと一緒に出れないでしょう。我是无所谓啊。それじゃあジンはエミ連れて先に行ってて。买冰淇淋。
久等了，艾米的蛋筒。やった！ありがとう、ジン。艾米，你想不想去学校？学校？嗯，行きたい。だけど、私よりも。难道是在担心姐姐康娜吗？康娜？对，康娜。嗯，私よりお姉ちゃんに学校に行ってほしい。本当は私知ってるから。お父さんもお母さんもみんな私のせいで。苦労してるって。だから私は学校に行けなくても我慢できるの。ありがとう、ジン。これ美味しいね。就这么定了。艾米，你一直想看对吧？哎，啊，呼んだ？说想看 Michael。啊，どうしたの？急にマイケル始めて。Outside is beautiful, suitable enough to maybe walk a couple blocks to get the sunshine. Cause I've been so cooped up in the darkness of the lab with my pen in hand, so this breeze will do me good. I put one foot in front of the other, explore my neighborhood. So quiet, no cars rolling up and down the streets. And then I spotted a girl with tears running down her cheek. I asked, what's wrong? Cause she looked upset. It's gonna be okay, don't you fret. Introduce your pet, drop your ice cream. Amy, 我以前也说过是不是？Michael 呢？是不能轻易让别人看到他。何言ってるかわからないよ。只有现在这个最特别的时候，才能看到。
You're right. Keep your face in the sun. You'll never see the shadows. Remember, you must pull backwards the launching arrow. This forward motion on this grind that we travel. Mind can't be narrowed to fly like a sparrow. It's okay, don't you cry. No limitation is greater than in your own mind. You're gonna make it on your own time. But now we dance like this is our last chance in the sunshine.行かなかったの？それはあなたって内気なとこあるから彼とか苦手なんでしょう。でもそれだけじゃなくて、言いたいことあるなら言ってみなさい。ほら、お姉さん聞いてあげるから。服がないから。は？服？Race, I'm on the case. It's a serious business. Whatever it is, miss, we're gonna fix this. It's okay, don't you cry. That's right, that's right, that's right, that's right, yeah. Uh-huh. Don't you cry. ちょっと安心したわ。安心？あんたもちゃんと女の子してたんだね。いつもジャージ姿だからさ、ちょっと心配してたのよ。じゃあかな、行くよ。え？あ、行くってどこに？そりゃ駅前。いえ、竹下通りの方がいいかしら。はい？でも、ここ、誰もいなくなりますよ。少しくらい平気よ。それよりかな。松葉杖は、もう必要ないのかしら？え？バカね。気づかないわけないでしょう。ちょうだい。え、何が？ここはさ、値段の割に結構いい服あるのよ。あの、さくらさん、よくわからないのですが。つまりね、お姉さんがおごってあげるって言ってるのよ。これなんていい感じじゃない？それはちょっと派手なような。ダメよ、これくらいコビコビのが可愛いのよ。
ごくかわいい。お姉さんも貧乏だから、ささやかなプレゼントよ。どうも、すみません。うん。そうじゃないわね。開いた。やり直し。嬉しかったのなら、すみませんじゃないわ。はい。ありがとうございます。何よあんた。素直に笑えるんじゃない。え？その調子よ。じゃあ、町に繰り出すわよ。するんだから。あ、はっはは、对不起。周りの人みんな見てるし、恥ずかしかったよ。次から急にマイケルしちゃダメだからね。好嘞，那就再给你买个冰激凌好不好？こんなとこにいたのね。ん？さくらさん。わあ、お姉ちゃん、かわいい。ないでしょ。あなたもダメ。やり直し。そのありがとう。
我才要谢谢你，卡纳。嫌だけどね。あ、そこなんか新しい店ができたみたいだね。ほんとだ。パスタってことはスパゲティの店かな。この辺のお店すごく高いし。2000円って書いてる。高すぎだよ。でも人はいっぱい並んでいるね。うん、みんなお金持ちだね。あ、もしかしたらここでお店やったらいいのかも。お店って飲食店のこと？だってジンすごく料理うまいし。それはいくらなんでも。やりたいって？はい、エミが言い出したことですが、もしかしたらいいアイデアかなって。なるほどね、確かに悪くないわ。本当ですか？あの線路の部分はそれなりに敷地あるからね。はい、テーブルと机だけのオープンカフェなら大丈夫かなって。何より立地がいいわ。原宿の駅前3分よ。それに彼、ジンの料理はすごく美味しいし。そりゃそうよ、だって彼元プロの調理人なのよ。え、そうだったんですか？
ええ、社長が言ってたから間違いないわ。まあとりあえずは彼の協力が必要ね。ジン、オープンカフェ始めるよ。エミ、急にそんなこと言っても通じないよ。なんでも今ヤムチャってのが人気らしいから。それにジンってプロのコックさんなんだよね。但是不好意思，我就不参与了。那再见，我要看出去了。ダメだったね。唉，开不了，没办法呢。孩子说这事儿啊，だってジンの料理すっごく美味しいんだもん。それにカフェだからアイスもあるよね。不早啦，你该回你屋啦。喂，朕还没睡着，回你屋去。喂，艾米。喂，怎么了？お風呂の時間よ。え、エミ？来得正好、他突然就……エミ、しっかりして、どうしたの？姉ちゃん、どこか痛いの？苦しいの？お姉ちゃんに言って。頭がクラクラする。しっかりして、すぐお医者さんに連れて行くから。ね、ねえジン、病院はどこに連絡すればいいの？カナ、先冷静。そうだ、救急車よ、早く。このままじゃエミが。所以说，先冷静一下，这里没有电话。
振作点看啊。你必须去叫救护车。艾米，还好吗？难受吗？ちょっとクラクラする。稍微等一下，马上就带你去医院。ちょっと遅くなったわ。心配いらないわよ、カンナ。このあたり私も顔が利くから。とりあえず保険証は後でいいから、ここは私に任せて。落ち着いてください、桜井さん。でも、あの子、このまま死んじゃうんじゃ。大丈夫ですよ。ただの風邪でしょう。少なくとも、心臓疾患に関するものではありません。ただ、まだ少し熱がありますので、一晩点滴処置させていただきます。あ、じゃあ、私が付き添いで残るわ。でも。いいのよ。あなた疲れてるわ。早く帰って休みなさい。ジン、カンナを頼んだわよ。座る？
今日はみっともないとこ見せちゃったね。エミなんだけど、実は心臓に病気があるの。抱歉，用说的我听不懂了。いいから聞いて。あの子ね、3歳の時に心臓が悪いって分かったのよ。うん、別にどこにでもあるありふれた心臓病よ。ちょっと手術をするのにお金がかかるらしいの。でも医者の先生は子供のうちに手術した方がいいって。10歳くらいまでなら問題ないって。10歳以上になると危ないってことなのよ。だからお父さんもお母さんも私も家族みんなで頑張ってきたの。だって早く小学校に通わせてあげたいじゃない。あんな素直で優しい妹なんだから。私はお姉ちゃんなんだから。你能不能也听我说两句？あなたも聞いてほしいのね。其实啊，我已经没有家了。但是我还清楚地记得小时候的事儿。我很崇拜自己的父亲，希望自己也能成为他那样的人。可是不知道从什么时候起，我好像就变了。所以啊，我想重新来过。好了，それいいね。あ、よし、気が軽くなった。カナ、谢谢你能听我说这么多。ジン、聞いてくれてありがとう。
がする。カナ、ネベ。うん、猫がいる。え、なにこれ、すごく人懐っこい。这就是艾米说的那只猫吧。でも今までずっと逃げてたのにどうしたんだろう。总而言之今天就这样吧。え、あ、うん、そうだね。でもこれ私なんか変な顔。いらっしゃいませ。あ、はい、ヤムチャセット2つですね。艾米，三号茶。嗨，ただいま。カナ，一号点餐。嗯，わかった。なんだけど。ん？コーヒー？あ、你说咖啡啊。あ、うん、メニューにないよね、コーヒー。没有咖啡。ない。毕竟这地方连小摊的肉包都能卖600日元呢。あ、すみません。今ちょっと満席でして。春卷没有了，ない。
嗯？怎么啦？你也来啦？总之你就在这待着，当个吉祥物好了。外にまでできてるよ。听不懂、写下来、写。メモ？あ、うん。こんな感じかな。这就麻烦了。好吧，很遗憾，今天只能到这儿了。終わり。え、もう終わりなの？まだ四時過ぎだよ。说什么都要关门了。終わり。虽然问题还不少，但至少起步了。是吗？艾米身体很差吗？学一点还是有必要的吧。お姉ちゃん、今日すっごく楽しかったね。そう？エミは元気だね。ポリ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 。
あ、また食べてるし。艾米、卡纳，你们过来一下。嗯，呼んだ。はい、どうしたの、ジン？刚才数了一下，今天的营业额是34,120日元。但是呢，还是要从中扣除必要的经费。お疲れ。盛況だったよね。あ、さくらさん、いらっしゃい。这难道是保险箱？哦，これは金庫よ。小さいのだけど必要だと思ってね。それよりあなたたち。明日の分の食材は大丈夫なの？あ、そういえば、もう全然ないんだった。それじゃあ、二人で行ってきなさいよ。ジン？ま、帰ってくるまでは留守番してるから安心して。いつもすみません。いいのよ。うちだってうまくいってほしいからね。あ、はい。それじゃあ、行こうか。うん。太晚了、商店就要关门了。ねえ、これ、どうしようか。这么一说，这还是咱俩第一次同时出门。哎，算了，没时间了，总之先出门吧。沉不沉啊？荷物のこと？嗯，大丈夫。
有没有想过回学校？哦，用的？也不是说现在啊，就说以后艾米身体好了，那个时候。ごめん、わからない。怎么样？明白了吗？学校に復学したいかってことだよね。どうなんだろう。ジンはどうするの？ん？你问我？ジンはまた大学受験するんだよね。大学。大学？あ、大学是吧？对。要考的。そっか。やりたいことがあるんだね。私は特に目的もないし、今はエミのことしか考えられないから。不好意思啊，让你忙到这么晚。嗯，シューマイ作るの面白かったよ。就是形状有那么点不好。嗯，何か言った？嗯，没，你帮大忙了。那接下来交给我就行了。それじゃあ、おやすみ。好的，辛苦了。就这样吧，我也该睡了。明天还要干活呢。因为需要钱吧。
那么首先要改善昨天出现的问题。あれ、今日のメニューはこれだけ？没错，只有两个，而且都是只卖套餐。シューマイセットと肉まんセット。値段はどちらも500円なんだね。这样计算更方便。那么大家今天也加油吧。はい、頑張りましょう。あ、うん、ポリポリポリ。どうぞ、こちらのテーブルでお願いします。あ、はい、ご注文を受けたまわります。こんなところでヤムチャ食べれるんだ。本場の点心となります。すごい、私ちゃんとしたの食べたことない。はい、シューマイセットですね。オーダー A14 番です。好嘞。肉包套餐好了，三号桌。はいはい、三番だね。カナ、快结账，别让人等着。あ、うん、わかった。嗯，说起来你也在。小心哦，不要靠近蒸笼。本当だ、人懐っこいな。ありがとう。ところでお嬢ちゃん。あ、はい、何ですか？この店は最近できたみたいだね。うん、昨日からだよ。そう、まだ小さいのにお手伝い偉いね。ありがとうございます。うん、頑張ってね。すみません、お部屋もらえますか？あ、はいはい、ただいまただいま。
这也是全换成套餐的成果。要不然休息一下。伊红灯。是啊，看你累得不轻，休息一会儿吧。啊，休憩って意味なら大丈夫だよ。ねえ、肉まんセットまだ？はいはい、ただいま。果然只有两个人忙不过来啊。这才十二点半呢。不如只限定午餐时间营业。就这么定了。就这些吧。今日もいっぱいシューマイ作ったね。ポリポリポリ。あ、またお姉ちゃんひまわりの種食べてる。え？あ、無意識だった。それじゃあ、ジン。明日からも、10時から1時までが営業時間なんだね。うん。但是之后要为夏天做准备。要忙到4点。
の買い出しどうしよう。采购？哦，今天我一个人去就行。あ、私もついていきたい。ダメよ。先にお風呂入るんだから。それに、今日はお勉強しないとね。はーい、わかりました。じゃあ、ジン、アイス買ってきて、アイス。OK, OK.ごめんなさい。荷物も多いのに。今天的销售额是23000日元呢。好歹我也算半个专业的嘛。哟，小冉，干得挺来劲儿的嘛。嗯，那、哦、你是？开店的情况我听说了，生意不错嘛。还好吧，主要是地理位置好。哎，是广式茶点选得好，你小子真有眼光。怎么，难不成是在夸我？对，以前我也开过馆子。那不是饭馆，是风俗店吧？就是普通的馆子，跟陪酒什么的没关系。再说了，我最开始干的生意就是餐饮。那你还需要桌子用具什么的吗？嗯，你能帮忙准备？当然不是免费的，该多少钱是多少钱。那倒无所谓。嗯，还是算了，我们人手不够。那雇人来打工不就得了？啊？嗨，光雇个厨师也行啊。不不不，这显然不太好吧。我自己还在打工呢，再雇打工的人，这……我没意见。你现在跟他们开着店，不是因为喜欢他干的吧？你这是话里有话呀。我听说了，你以后想做工商管理相关的工作。算是吧。想去上大学，也是因为这个吧？
总之，要是有什么需要，尽管跟我说。刚才他的提议倒是也可以考虑啊。要是雇到了厨子，晚饭时间也能营业。再说，我这份打工也只到今年年底而已。需要钱呢。这种时候，就应该果断点。それじゃエミ、次の問題よ。25×9 は？25×9 だから180と、あれ？こういう場合はね、一旦 25×10 って考えるの。それで。卡娜，我想找你商量个事儿。どうぞ。どうしたの？ジンも算数、お勉強する？不是学习，是咖啡店的事儿。ジンは店をもっと大きくしたいってことなんだ。对、扩大。うん、テーブル数が増えるのはいいよね。能减少客人的排队时间，也可以让餐位周转率变快。メニューが昼と夜で違うのもちゃんと意味あったんだね。でも、バイトを雇ってまでは、どうなんだろう。あ、そこまで、本格的じゃなくてもいいような。それに、あのベンチまでなくなるのは、ちょっと寂しいし。也就是说、你反対？反対ってわけじゃないけど、エミの勉強もあるし。但是为了尽早让艾米上学，你需要钱不是吗？あ、ごめん。ちょっと何言ってるか。
ここでそんな話やめてよ。エミもいるのに。どうかした？お姉ちゃん。うん、なんでもないわよ。それにジンだって大学受験の勉強あるでしょ。大学是要考，但这样绝对能赚不少钱。来帮我的忙吧，肯定能赚，絶対。絶対ってジンだってお店するの初めてだよね。不不不，其实我是工商管理专业的。哎呀，你也听不懂。経営のプロってジンは浪人生なんだよね。それってまだプロじゃないし、大学受験に失敗したってことだし、ここ改装するならお金もたくさん必要だし、ちょっと不安かも。需要钱吧，お金。あ、うん、それはそうなんだけど。那就赶快治好你妹的病，让她尽早去学校啊！ちょっと、急にどうしたの？没错，我是大学落榜了，但我不是门外汉，我的知识是专业级的。你什么都不用管。照说的做就行了。もう大きな声出さないでよ。何言ってるかわからないんだから。而且你根本没有理解，只有现在才能赚到这个钱，只有现在。ジンもお姉ちゃんも。何よ、あなたこそわかってるの？ここ。冬には取り壊されるのよ。今から改装するの不安になって当然じゃないの。再说了，大学落榜了又不是我的错，下次肯定能考上。ちょっとやめてよ二人とも。エミは黙ってなさい。この人は以前から自分勝手なとこあったんだから。よく降るわね。まだみんな起きてるかしら。ある代も安く済みそうだし、儲かるといいわね。
わよ。さくらさん、何があったの？もう大丈夫だから、お姉さんに教えてくれる？お姉ちゃんたちが喧嘩して。喧嘩？私どうしていいのか。状況は把握したわ。